はい、じゃあ、社内も一般の社員からの秘密や可能性楽しく紹介と思っております。はい、始めますけども、誰でもできる体の緩め方についてですね、紹介と思っております。ね、体をね、緩めたいって方結構いると思います。肩が痛くて動きにくいとかね、腰が痛くて硬いとか、股関節痛くて硬いとかね、動きにも影響しますし、痛みにも影響するね、この体の緊張ですね、まあ、緩めたいと。いろんなストレッチするけど、まあ、どうしてもね、結構硬い人って、そのストレッチ自体がまず気持ちよくないし、そもそもね、やりながらどんどん逆に硬くなっちゃうみたいなこともね、結構いらっしゃいます。なので、今回はですね、そういった、こう、誰でもできる、すごく簡単にできる体の緩め方ですね、一つ紹介していこうと思いますので、最後見ていただければと思っております。では、進んでいきます。はいですね、実際に、じゃあ誰でもできる体の緩め方、じゃあそれを一体どうやってやるのかってですね、さすります。はい。これね、もう最初聞くとですね、何言ってんだってなる方結構多いと思うんですけども、とにかくさするっていうのはですね、かなりパワフルに影響します。で、どこをさするかもかなり影響するんですけども、誰でもできるところをね、加味するとですね、実はおすすめなのがあります。それは手と足です。この2箇所ですね。この2箇所をさすっていくことをおすすめします。で、やり方なんですけども、すごくシンプルです。まずは手をさすります。まあ、手もね、手の指先とかだけじゃなくて、手首ぐらいまで全部ね、ひっくるめて、ちょっと広めにさすってください。で広めに広めにさすっていきます。ちょっとね、やりながらちょっと説明していくんですけども、じゃあなんでね、さすって、手と足をさすって体が緩むのかっていうことなんですけども、実は手と足にはですね、経絡の出入り口っていうのがあります。経絡ってね、聞いたことある方ね、まあ、いない方もいるかなと思うので、まあ、ちょっと簡単に説明させてもらうと、東洋医学とかでね、針とかで使うような、気の流れですね。気の流れのルートがあります。まあ、最近だとね、筋膜の流れともある程度一致してるんじゃないか、みたいなことがね、言われたりもするんですけども、まあ、そういったこの気の流れのルートがあって、その出入り口が、この指先、足先にあります。で、結構詰まりやすいのが、指先、足先も、この先も含めてなんですけども、この手首とか足首でも結構この気の流れが詰まって、結果、流れが悪くない。まあ、要は全身の気の巡りが悪くなってしまう。それによって体が硬くなってしまうみたいなことが、まあ、結構起こってしまうので、この末端をとにかくふわっと緩めてあげましょうと。しかもそれを無理やりね、ストレッチしたりとか、まあしていくと、どうしてもね、肩割りができたりとか、オーバーストレッチのリスクが出たりとか、まあいろいろとね、強度や量の調整が難しいので、まあ、さすりでやりましょうと。さすることによって、まあ強度もね、大して上がらないので、柔らかく、リスクなく体を緩めることができますよというのがいいところになります。で、ある程度ね、気持ちよくできてきたら、今度足ですね。足もね、さすってあげてください。足もね、手を使ってもらっていいので、足先から足首ぐらいまでね、ずーっと気持ちよくさせてあげてください。まあ、こんな感じで両方ね、やっていくといいですね。で結構ね、さすって慣れてくると、大体なんかね、あ、なんかこの足のこの辺がなんかちょっと気持ち悪いなとか、あ、この辺がなんかうまく届ってないなとかいうことも、なんとなくね、やっていると感じるようになってくるかなと思います。で手だけね、しっかりやって、その後足やるっていうよりは、まあ、手と足を交互にやってもらう方が結構うまくいきます。まあ、手も足もですね、お互いに影響し合ってますので、まあ、手だけ、足だけっていくよりはですね、交互に、どんどんどん繰り返してやっていきます。まあ、ある程度足やったらまた手ですね。また手いくみたいな感じでやっていってください。まあ、そうするとですね、まあ、結構ね、手も、最初にやった時よりも手の感触も柔らかくなってくるかなと思います。こんな感じですね。あとは実施時間なんですけど、もうこれも、まあ、結構ね、人によりきりというか、どれぐらいできるか、とか反応スピードとかが、まあ、かなり違うので人によりけりなんですけども、やってる間気持ちよくなってくる間は意外と大丈夫ですね。呼吸がどん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 深くなったりとか、あとね、体がねどんどんどんなんかほぐれてくる、やればやるほどなんか体がどんどん柔らかくなって動きやすくなってくるような感覚がある時は、全然やってもらって大丈夫かなっていう感じがします。まあ、ただいくらでもやればいいかっていうとですね、まあ、そんなことはなくてですね、筋トレにもね、上限があったりとか、食事もね上限があったりとか、まあ、薬もね、もちろん乗りすぎたらダメだとかね、まあ、どんなものにも上限ってあるんですけども、体がね、だるくなってきたりとか、冷えてきたりとか、さすっているのに逆に体が固まるみたいな反応が出る場合は、ちょっとさすがにやりすぎなので、まあ、そういう反応があった時はやめてください。まあ、ただ、意外とストレッチとかに比べると、優しく刺激が入っていくので、まあ、案外大
ーバーアウトには、まあ、なりづらい方ではあるかなと思います。ストレッチ系とか、関節の、まあ、矯正系とかって、もうちょっと強度は高いので、ちょっと量の調整とか大事なんですけども、まあ、サスリ系は比較的、その量の調整がしやすい部類ではありますので、まあまあ、ある程度は、まあ、許容できるかなと思いますので、まあ、気持ちよくね、どんどんさすっていきたい。はい。どうでしょうか？手と足が柔らかくなってきたでしょうか？何回かね、交互にやってると、手足がですね、ふやふやーっとね、ふわーっと手が広がりやすくなる感じが出たりとかしてくるかなと思います。出ましたでしょうか？で、ある程度ね、さすり終えたらですね、そうですね、何往復ぐらいいきましょうかね。まあ、3往復ぐらいですかね。3往復ぐらいやってもらったら、実際ね、立ってもらって、体のチェックとかね、してみてください。で、体のチェックしてみると、やる前に比べてね、体がね、あ、なんか、体が軽くなる感覚とか、なんか柔らかくなる感覚とかね、いろいろ出てくるかなと思いますので、まあ、なんかいい感じにね、動きやすくなってる感じが、柔らかい感じが出てくれば、まあ、OK っていう形になります。はい。行きましょうでしょうか。ほんとね、手と足をさするだけというね、非常に簡単なケアになってますので、なんかね、難しいストレッチやるのも大変だなとか、いろいろね、難しいこと言われてもなかなかできない、やってるけどこれ向きっていうのか分かんない、やればやるほど痛くなってくるみたいな、そんな悩みある方はですね、一度このさすりからやっていただくのがね、非常に入門としておすすめなので、ぜひ試していただければと思っております。はい、とかね、今回は長くもしていただこうと思っております。リブステータイスで X やインスタグラムやってますので、チェックフォローよろしくお願いいたします。私ですね、オンラインスクールの方も営業してますので、体の秘密で、ね、もっと詳しく知りたい方、こうやってね、日のメカニズムですね、もっと詳しく知りたい方はですね、ガラン貼ってますので、また覗いてみてください。また、イム選手は大阪にありますので、直接ね、予約いただければですね、こういった体について、もっとね、詳しくいろいろ喋ることができますので、体験したい方、身につけたい方は一度ご予約いただければと思っております。はい、ということで今回は皆さん様に最後までご視聴いただきありがとうございました。